株式会社メルカリは東京都港区に本社を置く日本の企業。フリマアプリのメルカリを運営する。2013年に山田進太郎が株式会社構造として設立、同年中に株式会社メルカリに名称変更。2016年に初めて黒字化した。他に地域コミュニティアプリ、あって本 CD、本、CDDVD 専用のフリマアプリ、カウル。 ブランド品専門のメルカリメゾンズなどのサービスを運営していたがすべて終了している。メルカリとは日本及びアメリカ合衆国にてサービスを提供しているフリマアプリである。2013年7月2日にアンドロイド版が同年7月23日に iOS 版が配信開始となった。1日の出品数は2013年に1万点以上。 2015年に10万点以上。メルカリの名称は、ラテン語で、飽きないするとの意味の、マーカリに由来しており、マーケットの語もこの方が起源である。ニールセンの調査によると、2014年6月現在、スマートフォンからのサービス利用者数について、ネットオークションとフリーマーケットサービスを合わせたサービスの中で、ヤフーオーク、楽天オークション、モバオークに次ぐ4位であり、 プリマアプリサービスの中では主位である。インターネットを介する個人間売買の国内最大規模、ヤフオクを脅かすサービスに成長している。もともと20から30代の女性に人気だったが、2017年時点で40から50代の男性の出品も増加してきている。ブロガーの堀、E マサタケは、メルカリは従来の EC サイトがカバーしきれないミクロな需要を カバーしており、また出品式軽なチャットで取引を決めていく過程には、スマートフォンを通したユーザーの自己実現という側面があり、人気の一因になっていると述べている。メルカリは、出品者の登録時に身分証明書が必要ないので、匿名でも出品可能である。楽々、メルカリ便、悠々メルカリ便というサービスを使えば、互いに住所がわからない状態で発送できる。 悪徳業者や問題出品者が利用しやすく、出品トラブルの多さやマナーの悪さを指摘する声もある。未成年者は保護者の同意を得た上で利用するよう明記されているが、それ以外に年齢に関する制限はなく、事実上年齢制限はないため、未成年者の利用も多い。若者の小遣い稼ぎの場になっており、 ブルセラ目的での売買など未成年者による不適切な出品や盗品の売買などのトラブルもあった。利用を制限運営が違法、規約違反行為への抑止力強化の一環として初回出品時の住所、氏名、成年月日の登録を導入している。そのため未登録状態のアカウントでは出品ができない。海外でもサービスを展開しており、 2014年9月12日にアメリカで2017年3月15日にイギリスでもサービスを開始した。しかしイギリスについては認知度の問題に加え先行していた同様のサービスと競合し赤字が続いたため2019年3月にサービスを終了し撤退した。アメリカについても類似サービスと競合し同様に赤字が続いていたが2019年から 各地で感染が拡大している新型コロナウイルスの影響による凄盛需要で一点好調となり2021年2月7日に開催された第55回スーパーボールでは30秒で5億円以上かかると言われている CM 枠へ認知度の向上を目的として出向し15秒の CM を全米の視聴者に向けて初めて放映したメルカリの完全子会社である メルペイが2019年2月13日に開始した非接触型決済サービス。メルカリのスマートフォンアプリに併設され、メルカリの売上金を支払いに充てられるほか、銀行からの入金にも対応している。支払い方法は、開始当初はファリーサ経由の ID のみであったが、2019年3月からは QR コード決済にも対応した。ちなみに、 ID のクレジットカード等による決済では、au 契約の Android 端末は対応外となっているが、メルペイに限り au 契約の Android 端末でも、ID の利用が可能となっている。2020年1月23日、メルペイが同年2月25日付で同業の QR、バーコード決済サービスである折り紙ペイの運営会社折り紙の全株式を取得し、 メルカリグループに参画することを発表した。今後、一定の周知期間を経た上で、折り紙ペイのサービスやブランドをメルペイに統合させる予定で調整している。また、今まで折り紙が業務提携してきた新金中央金庫や各信用金庫との関係を継続するためにメルカリとメルペイが新金中央金庫との業務提携を締結することも合わせて発表した。 2020年1月28日からセブン銀行の ATM からメルペイへの現金チャージが可能となった。ただし銀行口座の登録またはアプリでの本人確認が必要である。メルカリの市場では商標権侵害や著作権侵害の商品が出品されていることがある。2015年5月にメルカリを使ってブランド品の偽物を販売した人が逮捕された。 2015年5月にイラストやキャラクターを無断使用して制作したアクセサリーが販売されていたことが注目を集めた。著作権や商標権の使用許諾を得ずに制作された物品は、たとえ個人の制作物であっても、第三者に販売する行為は違法となる。芸能人のファンが制作したカッティングシートやポスターなどの販売は違法となる可能性が高く、 その人物の写真を使用している場合には、肖像権の侵害となる可能性もある。また、個人の制作物でなくとも、一般に流通していない、店頭やイベント会場で掲示、設置されているポスターや、旗、垂れ幕などの物品は、盗品の可能性もあることから、出品や購入には、注意を要する。メルカリでは、人工知能を使った検知システムや担当者の目視による、 24時間365日の常時、監視体制を構築しており、正規品ではない疑いのある商品や、十分な情報のない商品については、削除並びに出品者への警告を行っている。外部通報も受け付けているとコメントしているが、ユーザーによる通報後も該当アカウントが停止されることなく、模造品と思われる商品が出品され、続けているという指摘もある。 現金の出品2000円札や製造過程で誤りのある貨幣など、紙幣、貨幣であっても希少価値があるものを出品したいという要望があったため、2017年2月14日に規約を変更し、紙幣、貨幣の出品を認めたが、希少価値がある紙幣、貨幣でもないにもかかわらず、現金2万円が2万7000円、現金1万円は1万3500円など、 現金を額面以上の金額で出品して落札される事例が相次いだ。クレジットカード現金化の手段として用いられている可能性が指摘され、規約で禁止している資金洗浄につながるとして、2017年4月22日より現金の出品が禁止された。2017年11月16日、千葉県警察と秋田県警察は、 メルカリで現金を額面以上の金額で売買した男女法定利率の上限を超える利息を受け取ったとして出資法違反の疑いで逮捕した。高額チャージ済み IC 乗車券の出品現金の出品が禁止されると今度は限度額いっぱいに金額をチャージしたスイカやアイコカなどの IC 乗車券の出品が行われるようになった。こちらも 要因に現金の払い戻しが可能である。メルカリ社は取材に対し、チャージ済みスイカやパチンコの景品など、マネーロンダリングにつながる恐れのあるものは、現行の貨幣と同様出品を禁止していると答えた。東日本旅客鉄道は、スイカは利用者に対応しているもので、不要の場合は返却してほしいとコメントしている。この他にも、パチンコの特殊景品なども出品された。 領収書の出品脱税などに利用される恐れのある領収書の出品が相次いでいた。運営側はマネーロンダリングにつながる恐れがあり、利用規約にも反するとして2017年5月に出品を削除した。不妊に悩む女性をターゲットに2014年頃から妊娠しやすくなるとする妊娠金付きの商品、食品や妊婦が使っていたものなど、 感染呪術的な商品が出品されていた。妊娠菌に医学的根拠は存在しない。メルカリは2017年に妊娠菌の商品は効能を歌う出品で医薬品医療機器法に抵触する恐れがあるとして出品の削除をはじめ悪質な出品者の削除を検討している。毎日新聞の取材でこのような商品の出品者に実際は妊娠経験がなかったり、 購入者にサプリメントのカタログが送られていたことが分かっている。メルカリはもともとゲームデータの出品を禁止していたが、2016年7月に利用規約の一部であるガイド内での実体のない商品から物品ではないものに変更し、ゲームアカウントの売買を解禁した。多くのゲームはゲームバランスの維持、ユーザー間のトラブル防止などのために、 ゲームデータの売買を利用規約で禁止している。そのためメルカリがゲームアカウントの出品を解禁したことには批判が多かった。メルカリではユーザーが複数のアカウントを作成したりそれを売買するケースがある。問題を起こしてアカウントを停止されたユーザーが売り出されたアカウントを購入して使用したり自己取引などに悪用されている。山口県警のサイバーパトロールが オークションサイトでメルカリのアカウントが多数販売されているのを発見。メルカリは山口県警などに情報提供し、山口、鹿児島、島根の県警が共同で捜査2017年6月までにユーザー4名が私、電磁的記録不正作出、共用罪の疑いで逮捕された。アカウントの不正作成、販売による逮捕者は全国で初めてである。メルカリは 複数のアカウントを作成、売買するなどの規約違反行為への取り締まりを強化すると発表した。2017年3月12日から13日、大阪府の男子中学生がメルカリにコンピューターウイルスの入手法を出品し、ウイルスをダウンロードできるサイトの URL を教えた代価としてポイントを受け取っていた。奈良県警察本部が同年9月4日に、 男子中学生を児童相談所に通告、この中学生から情報を得た少年4人を書類送検とした。2019年6月4日頃に、北総線8時6分、小室駅発2両目座席という商品名で、北総鉄道の通勤列車着席サービスの出品が行われた。これは、メルカリ利用規約の実態のない商品に違反するほか、千葉県や東京都の迷惑防止条例。 座席等の不当な供与行為禁止に抵触する可能性があったため、メルカリは該当商品が購入される前に削除する措置をとった。大阪在住の女性が紛失した財布を翌日、メルカリで発見。商品説明には、こちらはもらい物ですが使わないため出品します。特に目立った傷はありませんが、ベルトの裏が一部を剥げてますと書かれており、 商品写真を見たところ、女性が紛失した財布の特徴と一致。女性は出品者に本当にもらいものですか昨日震災橋で落としたものに似ているのですが、とコメントを送ったところ出品者は、それは残念。これはもらいものなのでと返信。その後すぐ出品は削除され、連絡が取れない状態になった。メルカリに問い合わせると、 警察から連絡がない限り対応できないと返信された。2020年1月14日から15日にかけて、メルカリ利用者から後払いサービス、ペイリを使った詐欺にあったとの報告がネット上で相次いだ。被害者はメルカリ上で商品を購入、メルカリに対して代金を支払ったにもかかわらず、ペイリ翌月払いの支払い請求書も届き二重に支払わなければならなくなる。 15日夕方にメルカリはコメントを発表したが、メルカリ上で支払った代金の返金対応などについては触れなかった。メルカリ広報担当者は取材に対して個別の事例のため回答できませんと答えた。楽々、メルカリ便、またはゆうメルカリ便以外の配送方法が指定されていた場合、出品者に住所を知られてしまう。 今回はその住所が悪用されたと見られている。マグニニュースはこれをメルカリの落とし穴と指摘している。なお、これに関してメルカリが詐欺師の実験場になっているという指摘もある。2020年1月頃から世界規模での新型コロナウイルスの感染拡大によるマスクの品薄に伴い通常価格を大きく上回るマスクの高額転売が相次いでいた。 これに関してメルカリは同年2月4日に公式サイトにて適切な範囲での出品や購入をユーザーに呼びかけるとともに取引状況によっては入手経路の確認や商品の削除、利用制限などを行う可能性があることを警告した。しかしその後も高額出品や転売が続き消費者庁がメルカリなどのフリーマアプリ運営会社に対応を 要請したが、メルカリでは、転売自体は、法律違反ではないとして、低価の数倍の値付けをして、マスクを出品する行為は禁止しておらず、一部の高額商品を除いて、放任状態となっている。また、マスクを低価格で出品して、高い金額の送料を設定するなどの逃げ道も、存在し、さらには、ウェットティッシュなどの消毒、除菌用品や、 トイレットペーパーなどの紙製品にも飛び火しており、その結果、メルカリをヒットとするフリマアプリ運営会社を利用する個人転売屋たちのせいでマスクなどの生活必需品が買えないという事態が続いているため大きな波紋を呼んでいる。新型コロナウイルスの流行によりマスクやアルコール消毒液やハンドソープが品薄になった。それを転売する事例が多発した。3月以降、 マスクやアルコール消毒液は出品禁止対象品になった。また、5月25日以降は、ハンドソープも出品禁止対象品になり、規制開始前に出品したものも対象となった。高市さない総務大臣は2020年9月15日の会見で、前日から調査票の配布が始まった第21回国政調査で、 調査員が使用する手下げ袋が出品されていたことを明らかにした。手下げ袋は本来調査終了後に返却する必要があり、詐欺などに悪用される恐れがあることから総務省はメルカリにこの商品の取り下げを行うよう要請し、メルカリはこれに応じて商品が不適切であるとして削除した。2017年6月22日、Web 版でサーバーの切り替えをした際に、 メルカリを利用している顧客54,180名の個人情報が外部から見られる状態となっていた。問題が起こったのは9時41分、14時41分にユーザーからの問い合わせで事態が発覚し、15時16分にサービスをメンテナンスモードに切り替え、38分にキャッシュサーバーへのアクセスを遮断、問題は解消した。閲覧された可能性があるのは、 氏名、銀行口座、クレジットカードの下4桁や有効期限、電話番号など、直接的に個人を特定できる情報が公開されていたのは、うち29,396名。ありがとうございます。